夜の11時から1時間生放送でお送りするということになってまして、はい、木曜日は毎週木曜日はきんぴらごぼうが担当しております。よろしくお願いいたしますね。はい、オープニングの漫才いかがだったでしょうか。はい、こちらは、毎日、共有でやってるんですけども、今週のテーマが、風邪ですかね、病気だったかな、どっちか忘れたんですけど、風邪ですかね、うん、風邪で、やったんですけども、皆さん風邪ひかないでくださいね。急に寒いでしょう。そうですね、昨日一昨日ぐらいから急に、こんな急にやめてほしいよね。本当に徐々にでいいのにさ。いや、選手だって先週の1週間はすごく暑かったよ、うん、で本当に末ぐらいからですよ、今週末ぐらいから、今週末はまた来てないのか、ごめんなさいね先週末ぐらいから、はいはい、だんだんと寒くなってきて、肌寒くなってきまして、うん、だんだんとっていう、急にね夜寒くなってきて、そう、だから体調壊している方もいると思いますが、あったかいの飲むのっていいですね。僕今日ちょっと白湯を飲んでるんですけど、ジジイやし、いやもうね、白湯飲んでる、体温めるって重要だなって今年になって思いましたけれども、あ、森光誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、はい、昨日がね11月2日が、はい、富川さん誕生日だということで、はい、23歳になりまして、23歳になりまして、はい、いかがですか、いかがですかいかがですか23歳、いや変わらないでしょ、うん、それは確かにね、うん、なったばっかしだし、うん、22歳の最後の日と23歳の最初目で変わるほど人間うまくできてないの確かにな、うん、ほらよく言われるのが、はい、男性は8の倍数ぐらいでこう体に変化がある。嘘嘘嘘しょうもない、いや嘘というかまだまだだからあと1年ある8、あ、そうなんだ、8324でね、うん、あと1年ありますから意外と、そうそうそう、僕はね意外と23歳っていうのが意外と、はい、いい年で、あ、そうなんですか、まあ、いい年っていうのも来年がね僕なんか年男になるらしいんですよ。ああ、年男、鳥年のね、はいはい、なるらしいんですけれどもっていうのとか、うん、僕、まあ、皆さん知ってる方もいないともいる方もいると思うんですけども、はいはい、僕ちょっとアトピー持ちて少し、あ、そうですね、でそのなんか、はい、アトピーのなんかその症状が出やすい時期みたいなのがあるらしいんですよ、はいはい、この幼少期とね、はい、大きくなってからって、大きくなってからがなんかマスク18から22まで、はいはい、みたいなことがあって、はい、そうそうそう、それをもう乗り切ったわけですよ。あ、なるほどね、だからそれ以降まだなんか失神が続くようなら、はい、もうそれは薬の副作用だみたいなこと言われてるらしいんですけど、はははまあ、それが本当かどうかわからないんですけどね、はい、ただその出やすい時期っていうのはちょっと終わってまして、お、いいじゃないですか、うん、だからちょっといい時期を、もう急に浦島太郎の音楽流れたけどえ、俺の昔々のアトピーの話知ればいいのかな昔々はそんなないですけどもね、はい、コメントもたくさん、あ、コメントもといえばこうツイキャスユーストリーム、はい、サイマルラジオ等でも同時生配信しておりますので、そちらの方からもコメントよろしくお願いいたしますね、はい、ツイキャスはこちら、スタジオ内にデスクトップがありますのですぐコメントが見れますので、そちらの方がよろしいかなと思いますよ。ツイキャスコメント来てますよ、たくさん、森光くんおめでとうございますとかね、あ、ありがとうございます、中田猫さんからハッピーバースデーということで、はい、クラッカーのね写真、スタンプとか、ノードンさんもおめでとうということで、ありがとうございます、はい、であとうどんさんが、はい、森光くんハッピーバースデーって2回連続でこう投稿しちゃうとかねもう森光の誕生日で今すぐすごい盛り上がってます。しかも2回目のやつなんか、あ、若干違う、ハッピーバースデーなんか違う違う、愛が入ってるねあ、本当は、本当は愛が入ってるんですよ、うん、あ、そういうことですかね、多分愛がなかったんでしょうね、これがね、落ち直したんだ、これ愛がなかったってこれ聞き違いしたらちょっとこれアルファベットの愛ですけどうどんさんの愛は感じてます、はい、ありがとうございますね、ということで、まあまあ、お誕生日コメント等もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたしますね。なんか話したいことあります？ないですね話したいことは特にない感じですか。ささくれが思ったより痛くないっていうことですかね。あ、そうなの、はい、結構俺ね、ささくれができる指にもよると思うんだけど、あ、親指とか結構要さね、そうそうそう、何やるにも。だこのささくれができた原因として、うん、1日12時間ぐらい、発泡スチロールを指でほじくらないといけない仕事がありましてそれを、ね、はい、それをもうほじくりたく、指が痛くなってきてどんどんささくれてきて、うん、ほじくりたくないんですけど、うん、あ、まあ今日は乗り切ったなと思ったら次の日もほじくれって言われてもうそれで僕はもう恨みですよ ね、 そうですよね、このささくれは。
乾燥物をね結構触る。俺も、うん、あれなんだっけ、そのよあの砂みたいなやつあれ触ってたからでめっちゃあの水分取られていく。 あれ本当ダメだね、乾燥してるのを触るのは、うん、本当に水分取られていきますから肌から。気をつけないといけないです。こっちね右腕の中指のね第二関節がこれまだいい方だっけよ、白くなってるな、うん、そうそう、ちょっとカピカピするんだけど、うん、その作業終わった後、汚し、なんかこの砂触る作業終わった後、はいはい、こう、なんていうの、亀裂が入ってた。カピカピしすぎて。怖え。だからね、ちゃんと手の保湿って結構大事だと思う。はい。長田猫さんが、ね、2日連続ほじくってたのね。そうなんですよ。そうなんですよね。はい。うどんさん、すいません、愛が抜けていました。ということで、いやいや、大丈夫です。アルファベットのね、愛がね。謝らなくていいですから、うどんさん。大丈夫ですよ。面白いね、うどんさんね、はい。はい。ということで、じゃあ1時間生放送していきますので、お付き合いよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ここで CM いきましょうか。はい、CM です。どうぞ。はい、ただいま CM 入っておりますよ。今日はなんか、今日も普通ぐらいか。皆様ありがとうございますね。うどんさんのコメント。沖縄も長袖の季節になったんですかね。うん、もう長袖着ていいと思います、全然。はい。うん、特にバイク乗る方は。ああ、そう。バイク今日寒い。今日ひどかったね。うん、今日ひどいね。今日は寒いですよ。どうでもいいことなんだけど、うん、今俺めっちゃ笑ってるし飲み物飲んだんだけど、うん、ちょうど飲み物とマイクがかぶってて、うん、俺が何飲んでるかみんなに知られなかったお前しょうもないなでもみんな意外と何飲んだか分かんないから、うん、当てられますかね。ほらちょっと見たい人いるんじゃない。こうほら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 、ちょっと見えた、ちょっと見えた、おすごいすごい、ほら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 、10秒前らしいです、うん分からんだろう。秀信です。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。FM ギノワン FEC チューンド木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、生放送で FM ギノワンからお送りしております。そうバイクがね、僕なんかバイク族、はい、バイクで移動してるんですけども、はい、もう沖縄のバイクもちょっと寒くなりまして、うん、今日俺腕かじかんだもん、こっち来た時、もしあこんななんだって思う、まだ行けるやつだと思ってたんだけど、うん、結構寒さだったね。しかもこっちのギノワンロード、ギノワンロードってどこか分かんないんですけどこのゴーパチをこう走ると、はいはい、まあ、この時間になるとね、そんなに車通りも少なくなってきて、うんうん、すごいバイク走りやすくて、こうね、こうブーって連続で走れるんですけども、ずっと風当たるとやっぱりね寒いですよね。寒いね、あったかいだから、本当にあったかいのがいい。俺うちからあったかくなるって重要なんだってさ今日知った。何回言うわや。いやバカにするさ、ちっちゃい頃ってなんかさ生姜湯とかさ、なんかこのうちからどうのこうのとかうさんくせえなって思うんだけど。いや思わないっすけどね。そう本当に、はい、なんか毛布かぶり、毛布とかなんか羽織ればいいだろうみたいな思うんだけど、うちからの熱って結構重要だなって思う。なるほどね。思ってる今日この頃ですけれども、はい、じゃあ早速このコーナー行きましょうかね。今日はじゃあこちら行きたいと思います。きんぴらごぼうのお誕生日会。はい、ということでね、はい、まあまあまあ今日はきんぴらごぼうのお誕生日会ということで、はいはい、まあ、いつも沖縄自由研究、沖縄にフォーカスを当てた、調べ物をしてるんですけども、はい、今日は、先週が僕の誕生日だったのかな。そうですね、10月、そうね、先々週かな、先週か、先週だね、先週ですね、はい、先週が僕の誕生日で、はい、昨日が森光の誕生日ということで、はい、まあちょっとお誕生日会をしましょうかということで、そうですね、先週のね放送終わりで、うん、2人でなんかプレゼント交換とかしたらよさげじゃないみたいなことを言ったんで、ちょっとプレゼント交代とかしつつ、はい、まあなんか23歳になった抱負とかをなんかちょっとなんか言えたらなと思ってるんですけど、なるほど、僕は聞かれてもうんってなるんだけどじゃあ言うなよ。抱負とかってさねえ、まあ、準備する人はするんでしょうけどね、この年になってからこの1年は何に向けて頑張るみたいなのはあると思うんですけど、はいはい、僕そういうの考えない人なので。なるほど、まあ、でもプレゼントはちゃんと買ってきました。あ、どうします、僕から渡しましょうか。そうですね、じゃあ、
あ、もうこんな すぐやる感じ。え、どんな感じ。なんか、あ、いいっすよ、いいっすよ。こんな、いやいや、なんかあるんだったら、いやいやいや、時間10分あるから。いやいや、大丈夫ですよ。本当に。とりあえず交換しましょう、じゃあ。とりあえず交代する。はい、あ、なんかいろいろ話す。いや、だからその、最初、だからこう、プレゼンの交換しようってなって、はい、あの、まあ、値段をいくらか決めようと。ああ、なるほど、はい、そうですね。僕が提示した値段が1000円か2000円ぐらいかなと思ったんですけど。うんうんうん、タイガが500円がいい。いやいや、違う違う。俺、いいとこ言って500円でいいんじゃないみたいな。500円ってもう、まあまあ何も買えないさ。あ、そう？うん。そっか。駄菓子ぐらいしか買えないさ。あ、だから、そっか。俺はもうお前にあげるのある程度、あらかじめ決めたわけよ。はいはいはい。だから、だいたい500円。まあまあ、そんなにあってもいらないから。1000円とかだと、ちょっと結構買え、まあね、結構買えるでなくて、うんうん。はいはい。しかも1000円あげると、1000円となると、ちょっと物が含まれてくるじゃないですか。物が含まれてくる。まあ、500、まあ、値段、なんだろう、物、洋服とか。ああ、なるほど。はいはい。なんか範疇が増え、範疇が増えちゃった方がいいのかな。まあ、どっちがいいのかなとか考えつつ。まあ、いいと思いますけど、別にどっちでも。500円ぐらいでっていう。はい、500円でね、うん、今回は。今回は。プレゼント交換をしたいと思います、はい、ということで。よろしくお願いしますね。はい、じゃあ、僕が。はい。渡しましょう。はい。まずは、お前が事務所に渡して、あの忘れてた、あの、あれな、腕時計。腕時計、これ俺のだから俺のだから、これ、いや、ありがとうだけど、これ、忘れてたやつ、はい、まずはね、うん、まずは僕の、あ、そうそうそう、あの、じゃあ僕が選んだポイントね、はい、まあ、あの、その、あ、大事ですね、そうそうそう、これ、あの僕、いや、知ってる方もいると思うんですけども、僕、あの、おつまみがすごい大好きな、あ、なるほど、おつまみ、はいはい、俺もういずれかは、あの、アメトーク出ておつまみ芸人やろうかなと思ってまだやってないですよね、おつまみ芸人おつまみ芸人をやろうかなって思うぐらい、ちょっとおつまみがちょっと好きで、はい、こう、いろんな、まあ、特に何を覚えてるかとかではなく、おつまみいろんなの結構食べてきたんですけど、なるほど、あの、いつもだったらというか、はい、なんかこれ食べてほしいっていうのをあげるんですけど、はい、今日はなんか俺も食べたいなみたいな、だから俺が食べたことないやつあげようかなと思って。いや、分からんやし、それで。意外とおつまみってこういろんなこうレベルというか値段がありまして、はい、こう量少ないのに結構値段高いやつとか、あ、ありますね、めっちゃ安くて美味しいけどしかも量いっぱい入ってるやつとか、はいはい、もういろんな種類あるんですけども、はい、僕の中でね、はい、結構こう手が出しがたい、出しにくいおつまみの一つとして、うん、ビーフジャーキーがあるんですよ。あー、ビーフジャーキーはね、皆さん比較的に値段の割に量少ないし、確かに、はい、こういっぱい食べたい時には、うん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 、まあ、おつまみいっぱい食べるもんじゃないんですけど、結構食べたい時に量少ないなってなるやつ、はいはいはい、なのでこの木をね、うん、あ、これでもいいやり方ですよね。そう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 、こうなかなか自分ではこう買えないそうそうやつ を、うん、で食べてほしいなと思って、はい、でもじゃあこちら、はい、買ってきました。じゃん、名取さんのザおつまみ厚切りビーフジャーキー。いやー、俺だけからテンション上がってんの。いやいや、これでしょ、うん、俺食べたことある。食べたことあるんかい、おい。いや、俺ビーフジャーキー好きだから、結構大会のビーフジャーキーを食べたことある。悩んだんだよ、悩んだ、うん、ビーフジャーキーって、はい、こうなんかほら、海外のやつ、なんかアメリカとか海外のやつで、うんうん、でこの海外製のやつもあったっけ、はいはい、海外製のやつとかになるとやっぱりそのブランドついてるのかなんか知らんけど、はい、結構値段が上がるわけ、はいはい、かそれか、はい、それなら食べたことないだろうと思って、それか、いや、でもおつまみといえばこのナトリさんね、これナトリ知らないけど、ナトリのおつまみって聞いたことない？もうおつまみといえばナトリと言ってもいいぐらい有名なおつまみのメーカーなんですけども、なるほど、この食べたことあるんでしょ？一応もありますけど、じゃあ俺がどうこう言う必要ないやしもいや、でもそんなにね、うん、言ってもですけど、うん、僕の中でビーフジャーキーって、うん、全部同じなんですよ、ね、いろいろ食べた結果、いやいや、辛さとか違いますけど、うんうん、なんかその、じゃあ俺今度美味しいやつ買ってくる、美味しそうなやつ、ああ、まあ柔らかさとかも違いますもんね、うん、そうそう、歯ごたえとか違いますしそう、いや、ありがたいですけど、まあ、確かにビーフジャーキーはな、はい、確かにこの、うん、まあ、もののけ姫でもね、ビーフジャーキー食べるシーンありますから、もののけ姫だったな、ビーフジャーキーはすごい神聖なものですよね、あ、ビーフジャーキー、ありがとうございます、じゃあ、はい、で一応はい、俺本当にお前に申し訳ないなって思ってるのが、はい、500円ってすごい選びづらいね、でしょ中途半端でしょ、中途半端、うん、だから言ったらあれだけど、これ500円いってないわけさ、あ、だからあと2、300円なんか帰りに好きなのなんか買っていいぜ全然いってないやし、2、300円って思う多分ね、これ300
まあ、400円ぐらいだったはず多分。いやだったらこれとなんかその1個いやだからこれ1個ってもうなんだろう、面白くもならないわけ、こっち持ってきたところでじゃあこれとだからお菓子とか買えばいいじゃん。なるほどね、チョコとかね、うん、そう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 、そうで500円ぐらいに収めればいい話でしょ。そうだよね、うん、500円でちょっと難しいな俺にも選んだけど、そうなりますよ、うん、まあでもでも、まあまあ、はいはい、ありがとうございます、美味しいので本当はね、なんか石原水産っていう知らんよおつまみの会社があるんだけど、おつまみは知らんよ。あ、いえいえ、じゃあこれ今度話すわじゃあ食べてください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ僕からですけれども、はい、うん、まあその誕生日っていうのは、うん、大体こうこの人こんなの欲しいだろうなと思って買うじゃないですか、うん、あ、まあまあそれもそうだね、ありますね、例えばなんか、うん、なんていうんですかね、スケジュール帳なんかそのいつもこう買いに来てたら、うん、あこの人にスケジュール帳あげようみたいなのとか、そういうことあるじゃないですか、うん、僕は、うん、こうあえて、うん、もうタイガが買わないだろうなというものを選びました、はい、ああいいと思います。いやそっからなんかね趣味に発展したりとか、ちょっとこのなんか自分で買わないから、うん、そっちの方面もちょっと、うん、探っていくというか、確かにそうだよ、こちらあると思いますけど、僕はね、大丈夫、これあの映像とかに載せても大丈夫です、はい、大丈夫です、本当に。こちらあの、うん、漫画ですね。あー、なるほどね、漫画です、ね、漫画、はいはい、こちら、はい、鋼の錬金術師1巻から5巻、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、これはちょうど500円、ちょうど500円です、1個100円のやつを選んできました。いいじゃないですか、はい、これびっくりしたんですけど、うん、まあその浦添ですかね、はい、に何でも買ってくれるお店あるじゃないですかありますね、はいはい、あっちに行って、うん、まあその技能 FM 技能は通りがかりですので、はい、まあ、あっちで漫画ここを買えば500円だなと、ね、僕も思ってたんで、はい、行ったんですよ、はい、そしたらあっちまあまあぼったくりだ言うな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 これどこかの何かがスポンサーになってるかもしれんだろこっち知らんけど、いやぼったくりとかまあまあ高いなと思って。あ、なるほど、はい、その1個定価500円の漫画とかが450円とかで売ってるわけですよ、うん、おお、はいはい、いえ新品で買うだろうといや買う人もいるかもよ、例えばですね、もう在庫出てないやつとかがなあったらな、知らないけど、俺漫画のことについては知らないけど、いるかな本当にびっくりしたよ。あ、でもびっくりした。そう、これ誰が買うばっていうような古い漫画とかが250円とかで売ってるわけ、うん、で漫画倉庫だからほら漫画倉庫って言うなや漫画倉庫って言うなやいやもうみんなわかるだろ。いやもう、そう、その中から、うん、これ最初完全版を買おうとしたんですよ、大きいやつ。おお、はいはい。大きい、その、この単行本が出た後に、はい、こう、ちょっと、有名なメジャーな漫画とか、完全版とか出るんですけど、うん、これが、一冊、1000円ぐらいですかね。あ、結構するね。の、その、定価で売ってるやつで、はい、で、裏見たら、この値札のところに600円って書かれてたんで、うんうん、あ、まあ、500円かオーバーしてるけど、うん、まあ、どうせなら完全版の方がいいなと思って、はいはい、完全版買おうと思って、レジまで行ったんですけど、はい、そしたら、800円ですねって言われて。え？でこの600円のこの値札のところのちょうどこの横棒が消えてて800円が600円に見えてるだけだったらしくて、おう、え、その印刷のよ、はい、この横棒のところが消えてて、はい、で800円ですかって言って、はい、600円じゃないんですかって言って、800円ですねって言われて、レジから戻ってからすぐこれ5冊取ってからこれの方がいっぱいあるやしと、うん、いやよかったよかった、鋼びっくりでした、はい、読んでください。 いいですね。アニメで少し見たんですけどね、はい、なんかアニメもなんか違うんでしょ、うん、ストーリーが。あ、そうそうそう、ちなみになんですけど、うん、これ古本なんで、うん、多分タイが読んでる時アトピー発症する埃でな結構な汚れ具合ハウスダストとかで、はい、あ、いやでもでも、うん、はいはい、でちなみになんですけど、うん、僕は全巻持ってますこれ貸せ貸せじゃあ借りれば買わないでいや貸すのとか忘れるさ、これを5個読んで、うん、読みたかったら 僕が続きを貸すっていう。ああ、なるほどね、買ってもいいし。これ 5巻はどこら辺のお話なのこれ。5巻、うん、そこまでは知らない。あ、そうは知らないんだえ、でも5巻ともなるとまあまあもう中身も知ってますからね。あ、そうなんだ。何巻ぐらいの、これ20何巻27巻かな。結構あるな、ラストは。結構あるな。え、でもすぐですよ。あ、そうなんだ、はい、
まあちょっとじゃあじっくり読みながら、はい、はい、読んでください。はい、ありがとうございます。はいはい、ということ ということで、コメントも来てますので少し読みましょうか。はい、ちゃかちゃかと、こっちですね。はい、中田猫さんがプレゼント交換楽しそうということで、ペーターさんもプレゼント交換、ノードンさんですね、500円、わらっと来てます。小学生のクラスのクリスマスプレゼント交換みたい。そっか、やっぱり500円はちょっと少なすぎたか。確かにな。だって、はい、俺なんか高校の頃になんかプレゼント交換した時も1000円ぐらいだったぜ、うん、あ、高校の時ってやったっけ。やったよやったよ。なんかいつの時、先生が張り切ってから 2年の時か。うん、2年かな、1年かな、2年か3年かもしれん、わかんない。3年の先生は俺おじいちゃんの先生だから。あ、そうか、多分ないけど2年の時に交換してから、うん、なんかもらった覚えすらないやつさ。俺も何をもらったか覚えてないな、ね。歯ブラシみたいなのもらったな。歯ブラシとか交換出すやつって何なの。かわいいやつよ。あ、雑貨屋とかに置いてるよね。もはや飾るやつみたいなやつね。なるほどね。うどんさんがビーフジャーキーは確かに高級と聞きますね、うん、厚切り、そう、厚切りビーフジャーキーなのでちょっと歯応えがあるんですね。少し、ノードンさん、私も買わなさそうなのをあげるタイプですと。ハガレン、わらってきてますね。ハガレン面白いですよね、うん、ハガレン絶対明日、うん、あの持ってかれたって言うからさ。いや持ってかれた俺知ってるから、アニメで見てるから。いや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 、いやでもこのね衝撃を受けますから。漫画、ね、漫画とアニメは違います、違いますからね、はい。ということで、ペーターさんがチロルチョコで端数調整しましょう。100円分のね。はいはい、ということで、じゃあいいですかね。はい、ということで以上、きんぴらごぼうのお誕生日会でした。はい、ただプレゼント交換しただけ。これ誰も見てて楽しいですかね。大丈夫です。いやいいですけどね。ミキさん誕生日いつです。あ、12月。お、いいっすね。じゃあその時は誕生日会。プレゼント交換。プレゼント交換。いや、交換の意味違って、どういうことってなるでしょ。まあでも、まあでも、その時になったらね、やりましょうかね。はい。じゃあ曲いきましょうか。こちらいきたいと思います。トライプレーンで、つぼみ。コメント皆様ありがとうございます。いろいろありましたよ。うどんさん。ナトリはおつまみの有名メーカー。さすがおつまみゲーム。そうそう、うん。ナトリ。有名メーカーなんだ。うん、もうナトリと言ったら、もう本当に、おつまみと言ったらナトリって言ってるぐらい。いろんなジャンルになってる。家具とか売ってるだけじゃない。そう、ニトリ。お値段以上の商品置いてるやつでしょ。うん、まあ、そんな感じですけど、ね。そう、そんな感じですけどね。いろいろありましたよ。そうね、ちょっと食ってはいるだろうなと思ったんだけど、うん、ちょっと外せなかったね。ペーターさんが、読んだらまた売れと、と漫画ですかね。確かにな。漫画、そう、漫画ね。でも読む機会ないから読まないといけないな。うん、本当は超有名どころをちょっとあげようかなと思う、うん。ワンピースとか。そうそう、ワンピースとかドラゴンボールをあげようと思ったんですけど。うんうん、なんせ高いもんで。あ、そうなんだ、やっぱり名、うん、有名なやつは。そうそう、でもドラゴンボールって大体このもう数が溢れてるから安いわけよ、どこの古本屋行っても、はいはい、だけど高かった。何でも買うところは。あ、そうなんだ。あっちはちょっとやばいな。そうなんだ、群を抜いて高い。縦に群を抜いて洋服にしろ何にしろ。そうなんだ、やっぱいいやつあるんでしょうね。はい、はい、コメントも来てますが、どうしようかな。次のコーナーはあれか、別のやつか。中田猫さんからバガボンドも高い。行ったことあるんだ。バガボンドはあれ？何の、侍のやつですね。侍というか武士の。うん、あの佐藤健がやってたやつは何あれは？あれはルローニケンシン。あれも侍のやつ？はい。結構多い、侍のやつ。侍のやつは多いんじゃないですか。ワンピース、ワン
ピースはもうちょっと見れないさ、あれって。まあ長いからね、うんうん、全部終わる時には多分もう1年経ってるでしょ。1年。まあ読む尺度にもありますけど。はいはいはい。まあでもいや、すぐいける？ 3 ヶ月とかでいける？俺は3日ぐらいで多分。いや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 、 3日って3日も読み続けてってこと？いや普通に20冊ぐらい読むのって、うんうん、そんなかからへん。あ、本当に、うん、俺夜とかにその漫画借りに行って、うん、あのツタヤとかで借りれるじゃないですか、うん、20冊借りて、うん、結局その日で読むもん。あ、そうなんだ。もう俺ね、5冊目ぐらいから多分もう疲れが来るわけ。読む体勢にもよると思うんだけど、この本を持ちながらなんかさ、そうそう、大変だね。なんかどっかに映写してからなんかこうペラペラペラってやるんだったらいいんだけど。アニメがいいかもしれないですね。そうそう、僕はアニメ、完全にアニメ派ですね。この部屋暑いっすね。本当に。あったかいですよね。あったかいの。あ、もうそうだ、ね。暖房が効いてますね。僕足冷たいんだけど。うん。風邪じゃないですか、ね、それ。でもちょっと風邪ひいてるかもしれない。ああ。うん。ずっと鼻がチッチッしてね。中田猫さん、私も5冊が限界ですね。そうなんだ。まあ、読み慣れてる慣れてないもね。ああ。あるかと思いますが。かもしれないですね。うん、あのもう。そう、スピードもね、だからあると思うんだけど、はい、結構きついね。全部見たいんだよな、なんか俺は。ああ、言って言うよね、タイガー。もう見たいっていうか。うん。そうそう。俺だから多分ちゃんと読んでないんだぞ。あの漫画好きだけど。この物語、どんな感じで思ってます？こう、なんていうのかな。キャラの名前とかも。うん、あの読んでない時はだから主人公の名前間違ってたりとか、はい、ああなるほどね。そうそうそう、はいはい、このネウロ、うん、ネロみたいな、うん、もうなんか自分の中でシャーって呼んじゃってるから、あ、はいはい、一回最初でシャーって呼んだのでインプットされて、はい、あとはもうそのなんていうの、検索、インターネットの検索機能みたいな感じで、うん、頭文字だけ取ってもうパッて間違って覚えて読んじゃうみたいな。ああ、はい、なるほどね。なんかさ、ほら、この全部伏線が張ってあるところとかあるさ、ね。ああ。だからあっちを読んでからもう一回なんか後ろのページに戻らないと何の話してるのかなってなる。それ読解力がないだけじゃん。読んで、いや記憶が残らないんだよな、その時の記憶が。あ、分かる分かる、これでもなんか伏線張ってるあるやつって、うん、これ伏線っぽいなって思うさ、それで覚えないの。あー、そっか、そういうことか。俺なんかそのちょっと不自然なんだよね、伏線って、うん、あの伏線って思わせるために、うん、わざと目立たして書かれてるわけ、うん、アニメとかでもなんでも、うん、じゃあそれは分かる人は何だろう。俺読み慣れてないからなんか何回か読んでる人とかだと知らないです、はい、あるんでしょうね。マイクあげときます。あれ？流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった！金ピラごぼうの金金ピラピラ王子様ラジオ。はい、ということでここからは後半戦になります。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオです。よろしくお願いします。では早速このコーナー行きましょう。自分で解決お悩み自分相談。はい、このコーナーはですね、事前に自分たちで架空の人物、架空のお悩みを決めて、それを自分たちなりに解決していこうというコーナーになります。はい、ということで今日はですね、お悩みを解決してほしいゲストの方が来てるので、こちらですね、ラジオネーム新里俊明さんです。どうぞ。どうも、新里俊明です。どうも、20歳です。どうも、俊明です。俊明さん、俊明です。20歳なんですね。20歳、最近20歳になりました。なんかしゃべり方がシャバシャバしてますね。いえ、そんなことないです。新里俊明です。ちょっとよだれの音もちょっと深いですけれども、はい、お母さんが年明けて
お母さんがつけたんですね。お母さんがつけました。知らないけど。龍大出身です。あ、龍大出身なんだ。はい。龍大病院の眼科に通ってました。眼科に通ってたの。はい。龍大出身とは言わないけど。龍大出身です。龍大で診察してたのかな？眼科でね。龍大。はい、龍大、まあ、どっちでもいいけど。二十歳から。わかったわかった。トシヤ君落ち着いてね。はい。じゃあ、ということで、トシヤ君、今日のお悩みは何ですか？はい、あ、僕、最近二十歳になったんですけど、はい、あ、ビール美味しく飲めないなと思いまして、はい、あ、ビールが美味しく飲めない、はい、ビール、あの友達早く誕生日になった友達はあのビール飲んでビール美味しいよとか言うので、最近僕二十歳になったんですけど、ビール飲んだら、あ、全然美味しくなくて苦いですよ、ビールが。だからビール美味しく飲む方法を教えてほしいなと思いまして。え、新里俊也くんはおにぎりが欲しい人です。ビールが欲しい。ビール頼みたいだけです。おにぎりの人かなと思って。違います。あ、でもビールね、はい、確かにビールって、はい、なかなか 苦くて、その、まあ、ジュースと、はい、なんかすごい別というか、チューハイとかだったら結構飲みやすいですけど ね、はい、僕最初はあの白ぶどうの炭酸のやつみたいなのを想像したら、結構ホップが強くて結構苦くて飲めなかったですね。ホップが強いかどうか分かるんですね。苦みがですかね。ホップが何か分からないですけど、苦みが強くて、で最初白ぶどうの、はい、白ぶどうの炭酸のやつ、炭酸のやつをイメージしたのがちょっと悪かったですね。そうです、なんかシュワシュワだから甘いみたいな考え、その考えが甘かったみたいな。すいません、これやばいやつだ。やばいやつだ。すいません。でも僕もあれですよ、ビール最近なんかあんまり美味しいと思わないというか、はい、なんかの喉で飲んだ方がいいよみたいなこと言われたんですけど、あ、喉越し、はい、なんか美味しい、あ、うまみとかじゃなくてごくごくしたシュワシュワ感から、なんか喉乾いた時に飲んだ方がいいよって言われたんですけど、それはそれできついな。炭酸だからね。きついなって思った。確かに。いや、でもこれはとしあきくんはこうビールを飲めるようになりたいっていうこと、はい、そうです、なんか美味しいって思えるようになりたいみたいなことですね。あ、なるほど、はい、これはもう難しいよね、はい、こうもうビールって飲み物だから、なんかこう応用が効かないっていうか。そうなんですよね、うん、もうビール単体で飲むしかないから、だからほなあのよくカクテルでシャンディガフみたいな、あのジンジャーエールと炭酸11で割るみたいな、はいはい、ね、割ったところでみたいなところがあるんですけど、結構でもシャンディガフになったら結構甘いですよ。甘いのがあるんですけど、僕いかんせんジンジャーがちょっと、すいません、ジンジャーが苦手な人とかどうすればいいのかなみたいな。あ、なるほど、はい、でビールの中でもこう結構そのフルーティーなビールとか、あ、なるほど、あの飲みやすい感じのビールとかありますけど、あ、これは市販で売られてるやつとかではなくてってことですか。これは市販ではちょっと売られてないかもしれないですけど、このなんかそういうビール専門店みたいなとこ、そうですね、行ったらあるとかです、はい、あ、なるほど、後でトメカさん教えてもらっていいですか、場所。ちょっと栃木君には教えたくないから。あんまり。そうなんですか、うん、ビール飲まないでいいと思うんですけどね、それだったら。なんかじゃあビールは よしとして、なんか他に美味しいお酒とかあれば、さっき二十歳になったんでちょっと飲んでみたいなと思うんですけど。なるほど、トメカさんおすすめのなんか美味しいやつあれば。美味しいやつ、はい、うーん、梅酒とかですかね。梅酒とか、梅酒はでもな、喉酸っぱくなるから。ああ、そっか、うん、あ、僕結構酸っぱいのいけるんですよ、僕。あ、じゃあ梅酒とかいいんじゃないですか。梅酒とか、はい、だからあの狂月とかいかない。狂月ね。あ、狂月でもお酒結構強いから、あのほろ酔いとかがいいんじゃないですか。ほろ酔いとか、ほろ酔いいいっすよね、シュワシュワしてるので、はい、はい、あれの梅酒とかいいですよね。梅酒好きなんですね。梅酒が結構好きですね。あと桃とか。ということで、じゃあ、あの、梅酒とか桃とかを飲むということで。ビールはじゃあ無理して飲まなくてもいいってことですか、ね、そうですね。なんか、あの、年が追いついたら飲めるみたいなことも言われたんですよ。ああ、でも、そうかもしれないですよ。はい。はい。なんか、あの、美味しいのと一緒に、こう、ビールの苦味を楽しむみたいなことも言われて、何言ってんだこいつみたいなことあったんですけど。じゃあもう、無視しましょう。そういう意見は無視して。今までみたいに、ほろ酔いの、
梅スパークリング飲んだらいいですかね。もう好きなの飲んでいいと思いますよ。あ、解決しました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ということで、新里としあき、としあきでした。としあきさんでした。龍大出身です。龍大、龍大出身ではないですね。龍大の眼科に通ってたとしあきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、タイガも帰ってきましたけれども。やばいやつだな。やばいやつ。こいつはやばいやつだな。俺もやってて思ったけど、相当やばいな。あ、でもこのコーナー一の、うん、ちょっとキャラが今回できたんできましたね。よかったと思います。本当に、ね、僕はどうしていいか分からなかったんですけど俺はこれでいいのかなとかと思ったんだけど、ということで自分で解決お悩み自分相談でした。はいはい。いやー、コメントも来てますよ。ペーターさんが、はい、酒明け声の肌じてあとノードンさん、シュワシュワだから甘いっていう考え、やばいやつだなってそりゃな、めっちゃ名前言うやつやばい中田猫さんから来てますよ、はいはい、白ぶどう笑ってますね、はい、やばいやつだって来てますね、はい、いや、ありがとうございます。やばいね、ありがとうございます。やばいやつですね。ビール飲むなって話で別に飲みたくないの。そうね、はい、そう最近なんかそうだっけ、なんかビール、ああ、うん、俺もでも最近ビールはあんまりちょっと飲めないな。なんかねえ、なんか あれがダメなんだと思う。あの リキュールのやつというか、生ビールじゃないやつ、うん、発泡酒か呼ばれる発泡酒っていうやつが、はい、なんかどうしてもアルコール感が強くて飲めなくてですね。あとなんかその缶ビールそうなんだけど、うん、酸弱くない。あ、まあそっか。俺ちょっと瓶ビールなら飲めるわけよ、うん、もう缶ビールなんか酸弱ってなって、なんかちょっと旨味はそんなにないかもな、うん、瓶ビールが美味しいって言いますからね。瓶が酸を抜けにくいんですよ、この運搬中とかも。ははは。だからそうなんだ、うん、瓶ビールが美味しい。ビールの美味しさ、まあ分かんないっすね。うん、たまに美味しいって思う時あるけどね。いや本当に喉乾いてて行くときは美味しいんだろうね。あ、そういうことですね。わからないけど、まあ、ということで美味しい飲み方わかる方教えてください。よろしくお願いします、はい、じゃあ曲いきましょうかね。行きましょう。曲こちらです。ミスターチルドレンで蘇生。はい、曲いきました。ありがとうございます。意外なんかビーフジャーキーとかどんなかな、意外と。ああ、合うのかもしれない。ビールにそうだ、おつまみですね、うんうん、僕その、専門学生時代によくこう寮だったんで、うん、晩酌してたんですけど、いいその時、うん、なんかおつまみを食べてたわけ、うん、その駄菓子みたいなのと一緒に、はいはいはい、だから美味しかったの、うん、お菓子というか食べ物は結構重要だと思う。お酒だけで飲もうとしたらもうたまったもんじゃないよ。確かに、うん、この一番美味しいのが、うん、あの那覇からこう沖縄市に住んでたんですけど、はい、沖縄市に帰ってくる途中で、はい、金太子を買って、はい、で途中で、はい、あの瓶ビールを3本ぐらい買って、瓶ビール買うんだお前、金太子食べながら、はい、こうピシッって開けて飲んで、あ、いいですね、食べ終わった後に全部飲むっていうのが、ね、いいじゃないですか。今日やろうかな、金太子聞いたらやっぱりどうしようもないだろうこれ。金太子はいいっすね、お腹も膨れるし、そのお酒にも合いますね、ビールとかに。おつまみにも最適なの、うん、金太子。いやー、飲むしかないな今日は。ビール、ね、オリオンビールがだからなんだろう、結局僕は美味しいなと思う。飲みやすいっすよね。飲みやすい、なんかあれとかより美味しいよ。なんかプレミアムモルツとかよりかも、俺は好き。プレミアムモルツよりオリオンが好き、ね、好きな方もね、いると思う、はい、いろんな、ね、種類ありますので、それは人それぞれだと思うんですけど、そうオリオンのドラフト生がもう無難に美味しい感じがするんですけど、うん、はい、中田猫さんがコーラが美味しいな、わかるわ。そんなこと言ったらそうですけど、わかるわ。コーラが美味しいですよ。こうなんか飲みに行ってからちょっと最初お酒飲んで、途中でなんかコーラ頼んで飲んだ時のうまっ、うまっ、うん、これだろこれでいいだろ別に雰囲気で酔わせよもう、ね、いやだからさ、あの日本酒とか、はいはい、うん、いや嘘だろって思いますけどね飲めます日本酒、飲めないです、ね、何飲むんですか。いつもピーチウーロンばっかしなんで。あ、ピーチウーロンね。ピーチウーロンってピーチウーロンめっちゃ美味しいです。ピーチリキュールにウーロンで割ってる、このわからないんですけど、
あのウーロンとなんか甘いもの混ぜるやつが、はいはいはい、気持ち悪そうだなと思って、あのウーロン茶って結構すごいぜ、はい、あそうなんだ、あのなんだろうな、本当にウーロン茶感はあるんだけど本当に邪魔しないわけ、あーそうなんだ、ティーだと思って飲んだほうがいい、ウーロンティーみたいな、ちょっと甘いみたいな、はいはい、カシスウーロンとかあるんだけど、うん、俺初めて俺も思ったわけよ、うん、まずいだろ絶対ウーロン茶はおかしいだろうって思って、うん、ごめん、めっちゃ美味しいよ、あ、本当に普通に飲みやすスーって飲みやすいから、うん、酔う、本当に酔うと思う、うん、そうなんだ、めっちゃ美味しい、じゃあ次、うん、ピーチウーロンでもピーチウーロンだとピーチウーロンなるわけこんなのいっぱい飲めるからなるわけよ美味しいよ、美味しいよ、本当に飲んじゃう、はいはい、うん、うん、でいっぱい飲むんだったらピーチウーロンとかがいいかもしれないね、うん、炭酸とかだとお腹にガス溜まっちゃうから、あ意外とそういうのの方がいいかもしれない、飲むんだったらピーチウーロンね、酸がないやつね、シャンディガフも美味しいですよ、シャンディガフ美味しい、美味しい、うん、美味しい、シャンディガフ、シャンディガフ、あれも俺ビールと混ぜるってまずいだろうって思ったんだけど意外と美味しいですね、アルコールが操作してるのかわからないけど、なんか意外とマッチするんだよな、うん、うん、それで言ったらあのカルアミルクとか信じられないさ、もう俺カルアミルクはもうまずいねそうなんだマジできつい、あんなもう意味わからん だってあんな甘いのとさアルコールの味が後から食ってきて、うん、あ、そうなんだ、なんなんあれってなるけど、カフェオレのお酒みたいな感じですよね、もう考えられない、俺あれ飲んだ時にもう本当にあの奇跡だなと思った、これを生み出した人、うっそ、うん、美味しかった、美味しかった、俺はもう無理だね、あ、二度ものによると思う、この、なんだっけ、カルアミルクのカルアの部分によると思う、ちゃんとカルアミルクっていうこのカルアのカルアリキュールっていうのがあるんだけど、はいはい、それ使った方がいい、ちゃんと美味しいやつ、ちょっと高いんだけど、いや俺はもう無理だな無理無理無理、あ、そうなんだ、だってミルクティーとかでさえきついわけよ、ミルクティーはなー、甘いだけ、あんだけの甘さだけできついのに、うん、あんだけの甘さプラスアルコールのなんか食ってのも来るさ、あ後から、なるほど、しかも混ざってないで、うん、後からなんかバラバラで、あれさどういうことなの、なんか混ぜないで出すお店あるじゃないですか、ストロー2本刺してあのこの2層に分かれてて、あるわけよ、自分で混ぜてって感じですね、自分で混ぜてなんすか、自分で混ぜるけどもそう言われる混ぜんと美味しくないしちょっと手抜いてるっていうのか、まあ、なんかおしゃれな感じに見えるわけよ、こう2層に分かれてね、おしゃれをいいことにみたいな、ストロー2本いります、それストロー2本刺すところとかあるわけそう、何ですかね、あれ、うん、不思議な、どう刺せたいばって思うんだけど他1本だよ、あれじゃない、だから上と下一気にあの飲む分けた分、分けたままあ、そういうこと、そういう意味なんですかね、そして口の中でぐちゃぐちゃ混ぜるみたいな、口でやれやみたいなってことか、あ、曲終わります、はい、曲終わりますので、そろそろよし、CM 行きますよ、コメントいっぱい来てますね、後で読みましょうか、持ってるかい声、大丈夫かな、あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの、キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ、FM ギドワン、FEC チューンド、木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラ、お星様ラジオ、生放送でお送りしております。そろそろエンディングですが、このコーナー行きたいと思います。こちら。物語でこのコーナーはタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです。僕と森光さん往復の間に物語を終わらせていきます。どんな物語が生まれるのかお楽しみにということで。あのね、もう俺意識はしてないんだけど、はいはい、このコーナー紹介するときに、はい、あのほら OTB でヒープホップ番組があって、ヒープさんがこう、うん、タイトルコールするんだけど、うん、その行く前にじゃあそれでは行きましょう、まずこちらって言って、あのまずこちら、沖縄爆笑伝説みたいなこと言うんだけど、はい、このまずこちらがさ頭の中でこう怒っちゃって行きましょう、それでは行きましょう、これ、じゃあこっち、みたいな、このこちらを言っちゃうと、そのこちらがどうしてもこうあっちとマッチングしてしまって、いや別に言えばいいだろ出てくるんだったら、ちょっと恥ずかしいなっていうか、
なんか影響されてる自分もなんか嫌だなみたいな。いやいやいや、ヒープさんが嫌とかじゃないんですけどね。まあまあということで、はい、物語でいきたいと思いますが、今回の物語のタイトルがこちら。インスタントカメラに愛を込めてということで、はい、はい、インスタントカメラに愛を込めた、なんかいいですね。なんか80年代とか70年代とかの、うん、ドラマとか映画とかでありそうなタイトル。そうですね。なんか古いか、うん、古いなんていうの、看板の映画があるじゃないですか。はいはいはい。なんかそんな感じでね。そんな感じですよ。はい、石原裕次郎とかがやるんでしょうね。主演。誰でもいいですけど主演は。ということで、はい、じゃあ行きましょうか早速。今回は誰から？今日はオレスタートかな？そうだね。うん、そうだね、うん。はい。そうだと思います。あ、違うか。違うやん。いや違う、当たってます。先週がなかったんですよ。ああそうなんです。ああそっかそっか、はい、じゃあ当たってますね。はい。はい、じゃあ行きましょう。はい、タイトル、インスタントカメラに愛を込めて。パシャ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 。ああ今日も水浴びは気持ちいいな。そう思っていた今日この頃、僕は毎日公園で水浴びをしてはカンカンを集め。そしてそれを売ってはお家といっても、公園の敷地内にあるお家へ持って帰って、そういうような生活を毎日毎日と暮らしていました。はあ、なんか面白いことないかな。そう思っているとゴミ箱の方に何やらキラリと光るものが見えました。ん？あれは金目のものじゃないかと思ってパパパパパーと近づいていって、そのゴミ箱の中を見るとなんとインスタントカメラが入っていました。あ、インスタントカメラかと思い拾い上げると、そのインスタントカメラはまだ残り6枚も映せるのです。はあ、もったいない、6枚も映せるのに捨てるなんて、僕はもったいないなと思って、そのインスタントカメラを持ち帰ることにしました。すぐ近くの段ボールのお家に持って帰ったところ、よく見るとあれ映るんですって書いてある。どういうことだろう、映るんですって。俺が映るのか、どういうことっていうか、6枚残して捨てるってどういうこと。うん、まあ、取りたい、もったいないからとりあえず6枚取ろっかと思って、その男の人はこう自分の自撮りの写真を5枚で、犬のワン君の写真を1枚撮って現像しに行こうと思ったのですが、いかんせんお金がないことに気がつきます。いや、そうだよな、お金ないからどうしよっかな。あの人に印刷 してもらおうと思って、たまたま道を歩いてたサラリーマンに声をかけました。あ、すいません、これ印刷してもらえないですか。はい、あ、いや、これインスタントカメラ、あ、すいません、僕言えない人なんですけど、いや、こっちの人なんですけども、ちょっとね、今ちょっとできないもんなんで、印刷してもらえたらな、助かります。いや、お願いします、本当にお願いします、印刷して、それだけでいいので、はい、後からお金はどうにかしますので、じゃあ分かりました、じゃあ、あっちにカメラの、カメラの南村がありますので、あっちで印刷していきましょうね。と言って、男の人は、サラリーマンに頼んでカメラの南村に印刷をしに行きました。そして、カメラの南村までサラリーマンのお兄さんと一緒に行ったところ、ちょうど印刷屋が閉まってました。これはちょっと印刷したくてもできないな、どうしようかな、そう言ってるところに、あるおばあちゃんが通りかかって、ああ、任せればいいでしょ、私に任せればいいでしょと言ってきました。二人は目が丸くなって、どういうことかと尋ねると、そのおばあちゃんには念写能力があるらしく、そのカメラのフィルムから全て印刷できるというのです。しかしその念写能力は人の人体にしか、映らないらしく、おじさんは泣く泣く自分のお腹に全ての写真を印刷してもらうことにしました。はかちかかはかかかか
これ誰おばあさんの声、これ誰の声これおばあさんが電車で印刷してくれました、その写るんですは、36枚、写真が写るものだったので、うん、お腹中びっしりと、30枚知らん人の顔が写りましたし知らん人が全く知らん公園でリンゴとかを食べてる写真がいっぱい写りましたあ、これはなんかきついなおじさんは言いましたでもこのインスタントカメラのおかげでなんだか今日はいつもと違って楽しいなと思いました。この空になったインスタントカメラ、どうにかなかなか捨てられないものです。どうしようかと思いながらおじさんは半裸でその自分のお家まで帰ることにしました。いやこれでもな、お腹に写真写してもあれだし、結局最後の6枚も自分の写真写ってるし、これどうしよっかな。そうすると奥から親子が現れてきました。あのすいません、あのここら辺にインスタントカメラ落ちてませんでした？え、インスタントカメラ、あ、インスタントカメラってこれですか？おじさんはもらっ自分の拾ったインスタントカメラをその親子に見せました。あー、これです。え、あ、中のフィルムどうしたんですか？あ、っておじさんは自分のお腹見せて、こ、あ、あなただったんです。あ、お母さんたちも、あ、え、あ、これお腹に、え、お腹、あ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 、二人とも、あ、あ、ってなりました。そして、二人は結婚しました。その2人は式の当日、指輪の代わりにインスタントカメラを指にはめました。あ、これ普通に重くて痛いわと言いながら2人は、幸せに暮らし暮らそうとしていたのですが、これ幸せに暮らしていき、ある程度10年ぐらい経った時、僕たちが出会った経験をこれは何か書籍に残さないといけないと思い、その男の人と女の人は本を出すことにしました。タイトルがインスタントカメラに愛を込めてだったのでした。おしまい。はい、はい、ということで時間がもうないみたいですね。あ、本当ですね。ありがとうございます。危ないですね。エンディングということで、はい、今回ちょっと長かったですね。はい、ということでメール来てます？2通来てるんだ。やばい。あ、読んでみましょう。ギリギリいきますよ。はい。金ピラ、お笑い大好き高校生さんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、森光さん。1日遅れの誕生日おめでとうございます。これからもタイガーさんとお笑い頑張ってください。応援していますよ。と、ありがとうございますね。あと1通来てますよ。カチャカチャということで。ありがとうございます。きんぴらごぼうのお二人さん、お誕生日おめでとうございます。いつも楽しい番組ありがとうございます。二人の楽しいトークを一番近くで聞いています。これからもたくさん笑わせてください。二人の活躍をこれからも楽しみにしています。ということで、FM ギドワンのスタッフ、ひろきさんとミキさんの、ミキさんからいただきました。ありがとうございます。ということで、来週も生放送予定ですので、ぜひとも聞いてくださいね。ということで、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら、お星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。きんきんぴらぴら、星に変わって、お仕置きよー入ったかな入ったかなちょっとすいませんね。申し訳ない。ギリギリでしたね。こんな、